新卒入社で、楽天のエンジニアでした。で、2013年の、7月にですね、起業しました。で、今は、会社で仕事をしているのと、武蔵小山の、創業支援センターというところの、ウェブ周りのアドバイザーをやっています。で、であともう1点が、この間1週間前ですね、アスカ出版っていう、ルールオーディションっていうのがありまして、優勝したら本が出せるっていう、大会があったんですけれども、ちょっとそれで、今回のお話をさせていただいて、160人ぐらいの応募があって、一応ファイナリストまで残ったんですけれども、惜しくもファイナルで負けてしまって、本には出せなかったです。で、自分自身は、結構 PHP が好きでして、多分珍しいと思うんですけれども、 QLPHP を使って、開発をしています。でですね、今回のお話をする目的です。で、実はこの PHP カンファレンス のテーマって、実は夢を語ろうというテーマでして、で申し込み事項をよく見てみると、技術そのものではない事柄と書いてあります。なので、初注意なんですけれども、PHP のお話一切ないので、もし PHP を勉強されたい方はぜひですね、他のセッションに行っていただきたいと思います。で、なんでこういうお話をするかっていうと、自分自身ですね、サハラマラソンを走ったことと、そのノータイムポチリという言葉が出てくるんですけれども、それで仕事を得たりですね、人生を変えたっていうのがありまして、皆さんにですね、共有をさせていただきたいと思っています。で、まず目次です。で、今回、サハラマラソンとあとノータイムポチリと、実際のレースと、走った、まとめをしたいと思います。で、サハラマラソンですね、別名なんていうかって言いますと、世界で最も過酷なマラソンと言われています。で、これをですね、自分は2013年の4月に、走ってきました。で、特徴を申し上げますと、例えば6日間で230キロ走ります。で、230キロってどういう距離かっていうと、箱根駅伝ありますよね。で、あれ芦ノ湖から戻ってくるとだいたい210キロとかそれぐらいの距離になって、それにプラスアルファした距離を1人で走ります。で、また衣食住ですね、これを全部背負わないといけません。なので、12、3キロぐらいのリュックを背負って、走ります。で、今年の夏ってとても暑かったですよね。でも砂漠はもっと暑くて、50度近くになります。で、また夜ですね、テントみたいなところで、生活しなきゃいけないんですけど、氷点、0度近くになります。ですので、すごい寒い状況になります。で、参加費が60万とか70万円かかる大会になっています。で、さっき出てきたノータイムポチリとは何なんでしょうかということなんですけれども、ボタンを押すってポチるって言いますよね。で、ノータイム、あれこれを考えずに申し込みボタンを押すことです。で、これってサハラマラソンを走るだけじゃなくて、ビジネスとか、あとは、本当に会社の経営者、サラリーマン、本当に主婦なんかの人にも、役に立つものだと思っています。で、自分の今年の夢、目標であった、サハラマラソンについて、共有したいと思います。で、準備編っていうことで、一応ちょっとエンジニアっぽくエンジニアの言葉を借りてきました。で、何かっていうと、アンディ・グローブっていう、インテルの人なんですけれども、パラノイアだけが生き残る、システムを
開発していって、あれどうしよう、どう、まあ、こういうエラー出したらどうしようとか、まあ、病的なまでにやっぱ心配する人が、まあ、個人的にはエンジニアやっぱ向いていると思っています。でサハラマラソンも同じでして、やっぱり砂漠の中で死ぬ可能性があるので、やっぱりすごい練習します。例えば自分自身であれば、これあの陣馬山っていうところを、まあ、2月ですね、4回か5回ぐらい、だいたい往復すると40キロぐらいになるんですけれども、そういうところを往復していました。であと食事ですね、食事もちょっと見づらいんですけれども、アルファ米とか、まあ、あとチョコレートとかアーモンドとか、そういうものを、まあ、準備していました。で、まあ、ちょっとまたエンジニア言葉を入れるとですね、まあ、もうちょっともう古くなっちゃったかもしれないですけど、まあ、アジャイルで、まあ、何を諦めるのかはっきりさせるっていう言葉があると思います。で、まあ、どういうことかっていうと、例えばリュック先ほど12、3キロって言いましたけど、トップの選手って8キロぐらいなんですね。すごい軽くします。でもその代わり食料がほとんど入っていない状態になります。でも逆にあれもこれも何だろう、例えば遭難しちゃうとか、そういう場合を考えてすごい荷物を置くと12、3キロになってしまいます。で、サハラマラソンはちょっと恐ろしいところがありまして、まあ、今年ではないんですけれども、途中で遭難しちゃった人がいまして、途中でもう死にたいと思って手首を切った人がいるんですね。でも、水分がなさすぎて血液が出なくて、結局死ねなくて、途中で遊牧民に、まあ、救われたっていう事例もあるぐらいのとこなので、まあ、それぐらいですね、準備をしなければいけません。で、実際のレースです。で、日中は暑さとの戦いです。東京も暑かったですけれども、本当に砂漠は暑くて、まあ、50度ぐらいになって、まあ、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、日陰がですね全くないんですね。なので日陰行きたいと思った時に1時間とか2時間とか、そういうところをですね、まあ、迷いながら、まあ、そういうところを探しながら、探そうと思ってもなかなか出てこないっていう状況になります。で、他にもこういう干上がってる場所であるとか、まあ、本当下手すると、まあ、これはオブジェですけど、こういう骨みたいなのもありました。で、ちょっとすごい見づらいんですけれども、石ころに赤いマークがついてるんですね。で、これが一応目印になっています。で、これ結構見落としがちなので、本当に注意しながら走ります。で、まあ、砂漠なんで、まあ、こういうところを走ったり、まあ、こういう砂丘みたいなところを走ったりします。で、夜は普通に道に迷うんで、こういうすんごい小さい光しかなくて、この光を追ってって走ります。で、まあ、一応これゴールです。で、まあ、まあ、ゴールした後に、まあ、すごいちょっと見づらいです、光ってて。で、まあ、ちょっと足の爪が汚い写真ですいませんって感じなんですけれども、まあ、爪が剥がれちゃったりしてます。で、自分は爪が結局3枚ぐらい剥がれちゃいました。で、皆さんにですね2点ですね、質問があります。今回、まあ、サハラマラソンのお話を聞いて、まあ、ちょっとさすがにそんな走れる体力ないよっていう方がいます。やっぱ ありがとうございます。で、サハラマラソンは2週間とか休まなきゃいけませんが、エンジニアの皆さんすごい忙しいと思いますけど、そんな休み取れないよっていう方やっぱいっぱいいると思います。 ありがとうございます。で、ですね、自分自身も1年前は
同じように考えていました。で、ある飲み会で言われた言葉があって、まあ、砂漠いつか走りたいですって言った時に、いつかやろうはバカ野郎だって言われて、今ポチリしてエントリーしろってかなりちょっと偉い人に言われまして、自分自身はポチりました。で、実際にノータイムポチリっていうのを やりますと、まあ、準備期間が1年間ありますので、お金を、まあ、貯金したりだとか、まあ、トレーニングを積んだりだとか、まあ、あとはですね、応援してくれる人が壮行会やったんですけれども、100人ぐらい集まってくれたりしました。で、砂漠をきっかけにですね、自分自身は起業家の人とすごい接する機会が多くて、まあ、起業するきっかけになりました。で、自分は砂漠営業だと思っていて、今起業して全部砂漠つながりで仕事を得ました。なので60万70万かかってますけど、余裕でお釣りが出るぐらいになってます。で、ですね、まあ、これ言われた言葉でノータイムポチリをするとですね、未来を確定すると行動が変わって、やっぱ行動が変わると実際に未来が変わるなと思いました。で、まあ、最後になんですけれども、ぜひですね、皆さんに、まあ、砂漠の申し込みが始まってるんで、砂漠申し込めとは言わないんですけれども、ぜひですね、せっかく、まあ、PHP と全く関係ないお話をしましたけど、ぜひ本当に簡単なことでもいいと思うんですね。まあ、例えばせっかく PHP のカンファレンス来たんで、こういう技術を学ぼうとか、まあ、すぐブログに書こうとか、そういう本当に小さなことでもいいと思うんで、ぜひですね、ポチってください。で、まあ、できればサハラマラソンの申し込みもつい先日始まったので、もしよかったらポチってみてください。いい営業になると思います。で、質問とか、まあ、一応ツイッターとか、まあ、あとアットマーク9222D2、ちょっと分かりづらいんですけれども、一応質問を受け付けています。で、多分賛否両論あると思います。全く PHP のお話をしていないので、まあ、でも、まあ、もしですね、まあ、こんな話するなでもいいですし、案外面白かったでもいいですし、ぜひですね、ご意見を聞かせていただきたいなと思っています。で、来年はちゃんと、QLPT とかも一応 PHP のエンジニアなので、まあ、エンジニアらしい発表をしたいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかない砂漠な感じのなかなかないジャンルですよね。ということで、なんか質問あれば。はい、お願いします。サハラ砂漠失踪の次に実行された、すごく自分の中で大きいノータイムポチリって何ですか？自分自身のノータイムポチリでやっぱ一番大きかったのは起業ですね。やっぱりすごい怖かったんですけれども、えいっていう感じでやっちゃいました。はい、エイヤでやるのが重要ですね。はい、やっぱ怖いので。他に一人ぐらいいます？じゃあ大丈夫ですかね。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。5分間休憩入りますか？入ります。
然です。ありがとうございます。はい、それではぼちぼちと始めたいと思います。それでは PHP ストームで始める快適なウェブアプリケーション開発、よろしくお願いします。はい、では始めさせていただきます。よろしくお願いします。まずはじめに自己紹介です。私、遠山光と申します。株式会社ナナピというハウツーを集めるサイトでエンジニアをやっております。ちょっとエディターの話なんですけど、弊社は Vim を使って、ビマーが非常に多くてですね、PHP ストーム使ってるの僕一人しかいないんですけど、まあ、僕一人がなんかすごい必要にこう布教しようとしてたりとか、週に この PHP ストームの T シャツ 2,3 回着てたりして、なんか最近は PHP ストーム芸人みたいなちょっとネタ的な扱いにされたりしてます。でそんな PHP ストーム好きが高じて、最近は PHP ストームプラグイン作ってたりですとか、あと GitHub でオープンソースとして公開してたりもします。では早速本題に入らせていただきます。まず PHP ストームとはっていうところなんですけども、 JetBrains っていうチェコムに本社がある会社が開発している PHP 用の ID でして、残念ながら優勝で今多分99ドルが1万円弱くらいのお値段になっています。でシリーズがいっぱいありまして、一番メインなところですと IntelliJ IDEA っていう Java の ID ですとか、あとは Ruby 用の RubyMine とか Python の PyCharm とかいっぱいあったりします。で今年から株式会社サムライズムさんが国内で代理店を始められたりもしています。で PHP ストーム他のリタと何が違うのかっていう話なんですけども、まず一番に挙げられるのが最初から高機能っていうのが挙げられるかなと思います。例えば PHP で Eclipse の PDT とか使おうとすると、なんかプラグインいろいろ入れないと動かないよねみたいなとか、なんかろくに使えないとか、そういうところがあったりするのと比べて、まあ、ある程度最初から Git とかも入ってますし、プラグインが充実しているっていう、プラグイン入れなくとも機能が充実しているっていうところが挙げられます。でもう一つがコード補完が強力でして、例えば静的補完が優秀なんで、例えば自作のクラスですとか、あとは外部から入れたライブラリのところまでコード解析してくれるんで、コード補完とかがすごい優秀になっています。はい、では PHP ストームとフレームワークを使った実際の開発をどんな感じでいけるのかなというところについて ご紹介します。まず最初シンフォニー2なんですけども、シンフォニー2は専用のプラグインがありまして、これがあの
強力なコード補完をしてくれたりですとか、あとはプロジェクト専用ビューテンを提供してくれています。これちょっとコードの位置でちょっと後ろの方は見づらいかもしれないんですけども、これは4行目あたりのところでコンテナっていうところからサービスに登録されているパラメータをこうやって右下のように一覧で引っ張ってくれています。でここですごいところはこれを保管した後にですね、上の4行目の続きなんですけども、これだとシリアスカレンシーコンテンツっていうのサービスを取ってきた後にそれの持っているメソッドまでを下の3つで保管してくれるような機能があったりします。次、CakePHP です。 CakePHP はちょっと僕が個人で開発している CakeStorm っていうプラグインがありまして、 CakePHP ですとコントローラーとビューとかあとモデルとかあとはテストケースとかをいろいろ行き来することが非常に多いんでちょっと不便だなと思っているので、ファイル間のジャンプをできるようなプラグインを作りました。あとは今後はコード保管とかをサポートしていく予定です。具体的な動きはですね、ちょっと補足が少ないですけど、これコントローラーのファイルです。でコントローラーのファイルで今自分がいるコントローラーからどこのテンプレートに飛べるかみたいなのをショートカットを打つことによって右下に出してくれて、まあ、これの場合ですと例えばレジスターのテンプレートに飛べたりとか、あとロストパスワードとかのに飛べたりっていうのを一覧で出してくれます。あとは CakePHP ですと、ここの上の2行目のところにレンダーって書いてるんですけど、レンダーでビューを指定しているファイルのところで、まあ、カーソルを合わせてコントロール B みたいにショートカットを押しますと、ここで言うとパスワードリカバリーっていうテンプレートファイルに飛べたりします。次にララベルです。ララベルに関しては対応のプラグインはないんですけども、保管ヘルパーっていうのがありまして、それでなんだろう、ネットビーンズとか PHP ストームも含めて保管できるようなヘルパーが用意されています。こんな感じですね。このビューっていうララベルのクラスに対してそれが持っているクラスを出してくれるような感じになります。で今紹介した以外にもフレームワーク対応しているのとかあるんですけども、例えばフレームワークに対応しているプラグインがなくてもですね、これ確かコードイグナイターの例なんですけども、上の方で4行目でプロパティっていうアノテーションを指定しているんですけども、でプロパティでこのサーチモデルっていう指定することによって下の呼び出すときにサーチモデルのメソッドをこうやって保管してくるようになります。これはアノテーションを書くことによってコード保管をしてくれるようになるようなイメージです。はい、フレームワークに関しては以上です。で続きまして PHP Storm の便利機能をちょっと紹介したいなと思います。ちょっと便利な機能すごい数ありすぎて紹介しきれないので、最近個人的に業務でよく使用頻度の高い機能に絞っていくつか紹介させていただきます。一番初めは Find Action っていうやつです。これ昨日発売の PHP エンジニア養成読本とかにも最強コマンドみたいに紹介されてるやつなんですけども、何をしてくれるかっていうと、PHP Storm 上でやりたいコマンドをショートカットがわからないっていう時に、例えばそれを入力するとそのアクションを表示してくれるようなイメージです。なので細かなショートカットを覚えなくても、とりあえずこのアクションだけ覚えておけばとりあえず使いこなせるよっていうようなイメージです。具体的な例ですと、例えば Git を使っていてプッシュをしたいけどプッシュのコマンド忘れちゃったっていう時に、この Find Action でプッシュって入力するとプッシュに関連するコマンドを出してくれます。次、あとはコードを一括置換したいときにその置換のコマンドがわからないみたいなときは、このリプレイスとか入力していただくと、そのファインドネクストとかリプレイスとかリプレイスインパス、まあ置換系のコマンドを一括で出してくれるようなイメージになります。これによってショートカットがわからなくても大丈夫っていうような機能です。次、ジャンプトゥークラス、ジャンプトゥーファイルです。これはファイル名を指定、ファイル名やクラス名を指定して直にファイルに飛べるような機能です。で 次にリリースされる PHP Storm 7からこの機能すごい高速になっているので、これはちょっと個人的に一押しな機能です。具体例で言いますと、例えばアカウントっていうクラスに飛びたいっていう時に、これは今、ジャンプトゥークラスですね。ジャンプトゥークラス A って入れた時にこうなって、アカウントなので ACC まで入れるとこんな感じで結構高速に絞って出してくれたりします。もう ACC まで入れれば上に出てくるんですぐエンターで飛べるようなイメージです。それに対してジャンプトゥーファイル、ジャンプトゥーファイルとジャンプトゥークラスは微妙な違いがありまして、ジャンプトゥーファイルはその名の通りファイル名にアカウントと含まれるものを出してくれます。なので小文字アカウントとかも表示してくれます。それに対してジャンプトゥークラスはクラス名にアカウントって含まれるものを出してくれます。なので下の方にはコンテンツアカウントとか、
頭にアカウントはついていないけれどもクラス名に含まれるものまで出してくれるような違いがあります。これは使い分けていくといいかなと思います。はい、次です。次は GoTo デクリデーション。これは VIM とかで VIM 使っている方はよく使うと思うんですけど GF みたいな感じで定義元とか変数とかメソッドの定義元にジャンプできるような機能です。例えばここだと上の1行目で new でケークイベントっていうのを入しているところでここでこの GoTo デクリデーションコントロール B を押しますと、まあ、定義元のクラスのところに飛べたりします。メソッドも同様でして、例えばこのディスパッチっていうところの定義元に飛びたいっていうところに時にはここでコントロール B を押していただくと定義元のメソッドに飛べたりします。はい、次リセントファイルです。これはPHP ストーム上で開いたことのあるファイルを、直近で開いた順に表示してくれるっていうものです。実際に開発していると結構ファイル感を飛び回ることが多くて閉じちゃったけどまたあそこに戻りたいという時があると思うんですけども、このコマンドを覚えておくとすぐに飛べたりするので非常に便利です。次、自動アップロードです。IDE とか使って開発しているとローカル、例えば自分の Mac があって別に開発サーバーがあってこっちの方にコードは置いているみたいなケースもよくあるかなと思うんですけども、 PHP Storm ですとこの自分でファイルアップロードする必要がなくてファイルを更新したときに自動でアップロードしてくれるような機能があったりします。でここからがすごいところなんですけども、Git とか使われているとよくブランチを移動してでブランチのファイルの差分とか出てそれをアップロードしなきゃいけないってめんどくさいなみたいなのがあると思うんですけども、それを設定しておくとブランチ移動したときに勝手に差分のファイルも全部アップロードしてくれたりするような機能があったりします。次、ローカルヒストリーです。これはPHP Storm 内でバージョン管理システムを持っているようなイメージです。なので Git とかそのサブバージョンとかにファイルを上げてなくてもローカルで編集したファイルの履歴を一覧で終えたりすることができます。画面はこんな感じでして、まあ、ちょっと見にくいんですけども左に時系列いつ編集したか何分前に編集したかっていうのとあとは差分の diff エディターみたいなのが開いてここで動的に確認することができます。で常に撮っているの特に設定をせずとも常に撮っていてくれるのでなんかちょっと前の状態に戻したいけどバージョン管理上げてないから戻せないみたいなことがなくなるのですごい便利な機能です。次、ブックマークス。これは個人的に最近使い始めたんですけども、エディター上のよく行くコードとかのところにブックマークをつけれるような機能です。で便利なのがその一覧でつけたところに例えばこの場合ですと7行目にブックマークをつけているんですけども7行目だけじゃなくてショートカットを押すと7行目の付近のところを一覧出してくれるんでいちいちそのファイルに行かなくてもこのショートカットを押してこの定義元どうなってったっけなっていう確認ができたりします。次、リモートデバッグです。まあ、デバッグは Vim でも Emacs でも Eclipse でもできたりするんですけども設定が非常に簡単っていうのとあとコードの動的実行が可能っていうのがメリットかなと思います。まあ、これは今変数、どっかでブレイクポイントを止めて変数の中身を見れたりですとか、まあ、ここで書き換えて続きの実行ができたりします。でコードの動的実行っていうのがですね例えば今この一番上の赤い行でブレイクポイントを止めている状態なんですけども例えば実行したいコードがあって頭の中ではどういうふうに来るのか分かんないからちょっと試してみたいっていう時って結構あると思うんですけども例えばこの場合ですと CakePHP でファインドっていうメソッドで、まあ、データベースからそのレコードを取ってくるような感じなんですけどどういう結果が返ってくるのかちょっと動的に試してみてとなった時にこのメソッドをくくってやってでショートカットを入力すると、まあ、このような形になるのでそのメソッドをその場で実行させてそれでどういう戻り値が返ってくるかっていうのを確認できたりします。これデバッグの時にちょこちょこ試せたりするのも非常に便利な機能です。で、おおむねの機能はこのくらいなんですけど他にもあとはデフォルトで SAS とか REST とかここら辺に対応してたりですとかあとちょっと今回ご紹介しなかったんですけども、デザイナーさんが多分よく使えると思うライブエディットっていう機能がありまして例えば PHP ストーム上でエディタ上で CSS とか HTML で編集するとブラウザ上でリロードせずに勝手に反映してくれる機能とかあったりします。これ JavaScript も動くんで結構便利だと思います。あとライブテンプレートっていって、まあ、スニペットの機能とかももちろんあったりします。
はい、最後になります。PHP ストーム一応優勝の ID なんですけど、30日無料の体験版とかあったりするので、ぜひ興味ある方、使っていただければと思います。あと、個人ライセンスがサムライズムさんの方で、昨日から16日まで、確かなんか焼肉割みたいな感じで、1000円引きでやってると思うので、興味ある形で見ていただければいいかなと思います。この資料とか、あとちょっと、細かすぎて伝えきれなかった部分もあると思うのでフォローの記事とかをこの後書くと思いますのでそちらもよろしければ見ていただければと思います。以上になります。はい、ありがとうございます。質疑応答は大丈夫ですか？あります。じゃあ何か質問がある方。はい、僕も PHP ストーム使ってるんですけども、コントロール B で飛んだときにどんどん飛んでいっちゃうんですけど、はい、元に戻るときってどうやったらいいですか？ですね、飛んで、別のショートカットで、ちょっと名前忘れちゃった、後でブログには書きます。戻るコマンドがあるのでそれを登録しておいて戻ってくるようにするといいかなと思います。ありがとうございます。他にありますか？大丈夫ですね。ではありがとうございました。ありがとうございました。ここで少しお知らせがあります。Wi-Fi ポケットルーターの類を持ってきてる方は、差し支えなければオフにしていただけると会場の混戦が始まっておりますのでご協力ください。お願いします。 MS さんの Wi-Fi につないでいただければお願いします。はい、お願いします。それでは、よろしくお願いいたします。 VLPHP で3種のプロファイラーを使ってみたと題しまして株式会社サイバードの三浦克弘が発表させていただきます。まずアジェンダです。本日はこのような流れで、発表させていただきたいと思います。自己紹介です。三浦克弘と言います。仕事はソーシャルゲームの開発などを行っております。好きなフレームワークは PHP であれば CakePHP、Perl であればヤカキなどが好きです。ところで皆さんプロファイラー使ってますか？この中でプロファイラーを使ったことがあるという方どのくらいいらっしゃいますでしょうか？あんまりいらっしゃらないみたいですね。まあみんなこういう質問をしてるんでちょっとやってみたかっただけなんですけど、プロファイラーってどういうものかって説明しますと、プロファイラーは性能解析ツールであり、プログラムの実行時の、まだうんちゃらかんちゃら難しいことがウィキペディアには書いてありますが、要はパフォーマンスチューニングとボトルネックの調査の時に使うあれです。こんな時とか、赤いですね。でこんな時とか、なんかビヨーンって跳ねてます。そんな時に使うあれです。で今私諸般の事情による VLPHP を使わざるを得ない状況です。この諸般の事情というのを詳しく説明すると VLPHP の悪口になってしまうので、あんまり細かいことは言わないんですけれども、
これ、FLPHP でパフォーマンスチューニングをせざるを得ない状況になってしまいまして、その時にいくつかのプロファイラーを試してみました。でその時にいろいろゴニョゴニョしてプロファイラーを FLPHP 対応させたことのまとめをお話しさせていただきたいと思います。まず FLPHP で〇〇を使うにはニューレリック編です。ニューレリック、ニューレリック .com というのが社がありまして、こういうトップページがあります。何かっていうと SaaS 型のパフォーマンス監視型サービスです。エージェントをインストールするだけで、こんな感じで、CPU だったりリソースだったり、こんな感じで、レスポンスタイムだったりっていうのが、パッと出てきます。もう準備できているので、超お手軽です。さらに各メソッドのサマリーやクエリーのサマリーであったりとか、メソッドのトレースの詳細情報が、PHP の、メソッド単位でこう一覧になり、遅いものは赤字で表示されるという形になります。この機能が超便利です。ただこちら、有料版に限ります。基本フリーのアカウントはアカウント取るとフリーなんですけれども、有料版このプロアカウント149ドルパーマンスと、こちらがさらに言うとこれパーマンスのパーサーバーです。お高いです。これを、アカウントじゃないと使えないんですけれども、ちょっと高いんで皆さんに買ってくださいというのもあれですし、僕ニューリリック社の回し物ではないのでちょっとヒントを出すと、アカウント作ってから14日間はトライアルでプロアカウント使えます。皆さんもうお分かりですよね。必要な時に必要な分だけっていうことですね。でこのニューレリックなんですけれども、対応しているフレームワーク、この一覧に出してるんですが、 CakePHP コードイグナイターから Zend フレームワークまでそうそうたるフレームワークが使えるんですが、FuelPHP は対応していないです。で対応していないとどうなるかっていうと、こちらアクセスした URL 単位で分析できるんですが、これ全部インデックス PHP になっています。当然ですがちょっと悲しいことになっているので、これをこんな感じでアクセスした URL で分けたいなというのが今回のゴニョゴニョした件です。で、ニューレリックのインストール方法を説明すると長くなっちゃうので各自お調べいただいて、でインデックスゴニョゴニョしたところだけ説明いたします。インデックス .php の47行目ぐらいにこんな感じでレスポンス返しているところがあるんですが、これをこう修正いたします。で、これ何やってるかっていうと、ニューレリックネームトランザクションっていうメソッドがニューレリックをインストールすると使えるようになります。このニューレリックトランザクションに渡したストリングがそのまま URL になるので、リクエスト URI ゲットステグメントで、URI を配列で受け取ってそれをスラッシュで結合して渡してます。で、リクエストオブジェクト使いたかったんでレスポンス一気に返すんじゃなくて一旦上で分けるみたいなことをしています。その説明ですね。今の説明です。でこうすることによって、さっきまでインデックス .php だけだったのがアクセスした URL 単位で綺麗に並んで嬉しいなっていうことです。ただちょっと注意点として、こちらレスポンスを抜けた後で処理しているので、途中できちんとリターンで返さないでエグジットで抜けたりリダイレクトでどっか行っちゃったりすると、結局全部インデックス .php 扱いになってしまうっていうのは注意点です。でこのニューレリック非常に便利なんですけれども、問題点もあって、パフォーマンス監視サービスなので結局指揮値を超えて遅いものしか分析できないです。でそうじゃなくて個々の処理についても詳しく調べたいと思いまして、別のものを試してみました。それが XHProc です。 FLPHP で何々を使うには XHProc 編です。で XHProc は Facebook の中の人が作ったプロファイラーです。で結構有名なので、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、こんな感じでプロファイル情報がブラウザーで見られます。でプロファイリングの階層表示もできて、こんな感じで、処理のフローがグラフ化できます。でグラフ化すると処理の遅い部分が赤字でボンって出るので、この場合はファイルエグジストが遅いですみたいな感じで出るんですが、ボトルネックが一発で分かります。
これも超便利です。でこれをフュエル PHP でうまく使うためにまたゴニョゴニョします。で XH プロフのインストール方法については、まあまた例によって各自お調べください。で index.php やっぱりいじります。で43行目ぐらいにブートストラップをリクワイアしている部分があるんですが、これをこんな感じでブートストラップの前で XP プロファイルイネーブルを実行します。でここからプロファイルが始まるので、まあこれはいいかなと思いますが、その次にブートストラップの後で、レジスタシャットダウンファンクションで、取ってきたプロファイル情報を保存して、プロファイル情報を見るための URL を生成するというようなことをしています。でこれなんでこんな処理にしているのかっていうと、フュエルのブートストラップの中でレジスターシャットダウンファンクションがもう一回、呼ばれています。でこれ何やってるかというと、シャットダウンのイベントを実行しています。で、プロファイルなのでこのシャットダウンイベント処理した後に、プロファイル情報を取りたかったので、ブートストラップの後をリクワイアした後でレジスターシャットダウンファンクションを呼んでます。でレジスターシャットダウンファンクションはファイルがプログラムの実行が終わった後に、実行されるプログラムを登録するんですが、登録した順番に実行されるので、この最後に、このブートストラップの後で処理させることで最後に実行されます。これ実行するとこんな感じで、エコーで出している、さっきのリンクが出て、これをクリックするとこんな感じで、この画面を表示した時のプロファイル情報が表示されるというような形になります。で、まあ、画面に出したくないなとかそういうことであれば、さっきエコーしてた部分を、デバッグログの方に入っていただければ、まあそれを一個一個見ていくこともできるかなと思います。でいくつかまあやっぱり問題点があります。これスラテンプに結果ファイル入ってたんですが、この結果ファイルが結構なボリュームになってきます。僕何回かスラテンプをパンパンにして怒られたりしています。で今回説明しなかったんですが、やっぱりインストールがちょっとめんどくさいです。ペクルも用意されているんですが、ペクルでインストールすると、失敗するケースがあります。でグラフ表示するときにグラフィズとかが必要になってくるというところと、さらにもう少し細かい情報が欲しいなというところで、次のケースです。最後のプロファイラー、FLPHP で何々を使うのは PHP クイックプロファイラー編です。で PHP クイックプロファイラーっていうのはパーティクルツリー社の、プロファイラーです。で、FLPHP だとプロファイリングのコンフィグを true にすると、右下にこんな感じでタブが出てきます。でこのタブクリックするとパッとこんな感じで、プロファイル表示画面が出てきます。かっこいい GUI です。さらにここのタグを見ていただけると分かるんですけれども、まあ、ログだったり、SQL のクエリーだったり、メモリーだったり、ロードファイルだったり、まあ、いろんな機能が備わっています。これ、超便利です。何より、FLPHP、これ標準装備です。バンドルウィズ FLPHP、ベースドオン PHP クイックプロファイラーっていうのが、まあ、入っているので、もう超お手軽っていうか、もうすでにインストールされてます。問題点やっぱりあって、これプロファイルの先ほどの画面は最終的にエコーしているだけで保存できないんですね。で、非表示、さっきのプロファイリングをフォルスにしちゃうと、そもそもプロファイル情報が取れなくなってしまいます。なんでこれ改善するためにパッケージ作りました。プロファイル情報をデバッグログに出力しています。で画面に表示、非表示に関わらず、プロファイル情報が取れるようにして、出力する情報種別というか、先ほどいっぱい出てたものも選択可能にしました。でそれをゴニョゴニョしたんで、プロファイルログのインストール方法は GitHub 見てくださいっていうのも、まあ、ちょっとあれなんで、簡単な説明だけしますと、パッケージなのでパッケージの配下に展開します。でコアの、クラスをちょっといじってるので、プロファイラー .php を差し替えてください。パッチファイルも用意したんで、パッチ叩けば差し替わると思います。で必要に応じてコンフィグプロファイラーの設定をしてください。でこのパッケージ何やってるかっていうと、プロファイラーのコアのプロファイラーにメソッド追加してプロファイル情報を取得できるようにしています。で、イベントシャットダウンにプロファイルログのシャットダウン登録して、最終的な
シャットダウン時にプロファイルログを取れるようにしています。でプロファイルログシャットダウンで、まあ、プロファイルログデータを取得して、まあ、セッション ID も取った後にログデバッグに、取ったきたデータをプリント R で出力していると、まあ、割合簡単なものです。で出力されたデバッグログはこんな感じになっています。で、今回その、デバッグログに吐く部分をドライバーで作っているので、ここ、追加すれば DB に出力したりフレント D に出力してトリジャーデータさんの方にデータを送るみたいなことも、まあ、展開としては可能なような作りにはなっています。で、まとめです。使い分けとしてはニューレリックっていうプロファイラーは あくまでもパフォーマンス、の監視ツールなので、これで大体の当たりをつけてパフォーマンス悪い部分が分かってきたら XH プロフで具体的なボトルネックを絞り込んで、そこで何が行われているのかっていうのを調べようと思ったらプロファイルログで、詳細な情報を取得するというのが、まあ、いいんじゃないかな。これでみんなが幸せになれるんじゃないかなと。アラートメールなど深夜のアラートメールもなくなり、みんな安眠できるのかなと思っています。でそんなサイバードではそんな風に幸せになりたい PHP エンジニアを募集しておりますので、皆さんよろしくお願いします。入社の折には三浦さんから紹介へどうっていうと僕にお金が入ってくるシステムがもう出来上がってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。質疑応答です。何かある方、大丈夫、大丈夫ですか。後悔しますよ。大丈夫ですか。じゃあ大丈夫ですね。ありがとうございました。とりあえずもう一度アナウンスしておきますが、皆様モバイル Wi-Fi の SSID で大喜利はやめてください。モバイル Wi-Fi の使用は控えてマイクロソフト様が提供している AP に接続してください。遅いからモバイル Wi-Fi 使うとかじゃなくて、そうじゃないとみんな使えなくなっちゃうので、マイクロソフト様のやつを使ってください。よろしくお願いします。というわけで5分間休憩です。
日最後のセッションということで、盛り上がっていきましょうということで、最後は Yahoo からですね。 PHP コアから読み解く定石の嘘本当ということでよろしくお願いします。Yahoo の翔と申します。僕名前が変わったんで、あの括弧内に書いてあるだけなんで、特に怪しい意味はありません。はい、で今日はですね、PHP のコアの観点から、普段皆さんが書かれている PHP のスクリプト、その定石の嘘本当どうなのみたいのを一緒に考えていくセッションを行いたいと思います。あとこの最後にはちょっとお得な情報をお話しますんで、30分間お付き合いください。よろしくお願いします。で内容はこういうふうになってます。肝がこの中辺ですね。こちらは双方向でやらせていただきたいと思います。その前の説明と、あと最後のまとめ、こういうふうになってます。いきなりね、質問なんですけれども、PHP のなんか定石ご存知の方、なんかこう書くと早いよとか、こう書くとダメだよだとか、じゃあ定石を一つも知らない人、あれおかしいですね。まあ、大体ね、普段聞いてもこんな感じなんで、まあいいんですけれども、で定石を知っているとして、じゃあその定石はどういうふうにして正しいかどうか判断しましたか。先輩にね、なんかこう書けよって言われただけかもしれないですし、ね、なんか自分で多分こっちはダメだとか、ね、思い込んだりとか、ね、そういうふうな感じじゃないかなって思ってます。で、そもそも定石とはね、何でしょう、ね、インターネットの力を借りてですね、これ最上とされる方法とか手段、これがね、定石の定義ですね。で PHP に当てはめると、ね、コーディングをする上で、まあ、一番いい方法とか手段、これが定石の、ね、意味になります。じゃあその、ね、定石はどうやって判断すればいいんでしょう。これは数字だけでも、ね、計測っていうのは環境によって変わりますよね。ダメですし、論理、ね、なんか多分こうなってるっぽいよっていうのだけでもちょっと足りないです。両方ないとね、ちょっと足りないですよね。で数字に関しては、まあ、実行速度を測るしかないですよね、これね。で具体的にはマイクロタイム、マイクロ秒で10のマイナス6乗ですね。これで、まあ時間が測れるんですけども、これでこういうふうな感じで E の、処理を挟んでちょっと計測しようと思ってます。で論理に関しては、ね、スクリプトのオペコード、これ PHP のコア内部で扱っている最小単位の命令なんですね。これを見て実際には自分が書いたコードが、ね、どういうふうに PHP によって解釈されてどういう命令になっているか、これ見てみましょう。でこれは VLD っていうのを使います。で今回やらせていただくのはこういう感じで、まあ、オペコードとかオペランドとかを並べて書きます。でオペコードっていうのが最小単位の命令ですね、 PHP の、ね、でオペランドっていうのが簡単に言うと引数、それで2つあります。2つ、あとちなみに PHP コアの中ではハンドラーは全度アンダーバーホニャララハンドラーというふうに定義されています。でこのセッションではですね、答えを覚えることっていうのは全然ね重要ではありません。僕も覚えてないです。でどっちの方が早いのか、なんでそうなのかっていうのを考えることは、ね、重要だと思ってます。でここからはね、クイズ形式です。はい、僕一人だけ喋っててもちょっとねつまんないんで、ね、皆さんにねちょっとお答えいただこうと思ってます。いいですよ ね
で進め方はこんな感じです。最初出題いたします。で10秒間あの用意させていただきますので考えていただいて、でこれ木工って書いてあるんで、あの口に出さないでくださいね。ね、ご自分だけ考えていただいて、それで聞かせていただきますので手を挙げていただく。そうすると僕は勝手にどなたか指名させていただくんで答えていただく。で最後僕の考察を書かせていただきます。でこれ考察って書いてあって回答ではないんで、あくまでも状況によっても違うんで、それでわざとあの考察っていう感じで書いてます。で大事なのは皆さんに考えていただくことで、いきなりね問題来ました。エラー制御演算子ね、これある場合とない場合どっちの方がね早いのか、具体的なコードはこうです。インクルード、ね、ファイルを読み込む、ね、そういう、まあ、実際これ構文なんですけれども関数ではなく、それがあります。で読み込んでるのが NothingPHP、 これは実際には存在しないファイルです。こういう場合どっちが早いでしょう。ちょっと10秒間考えてみてください。